おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。カイトさんは自分の多分ソロライブの納得いかないのか。ちょっと今自分の携帯で自分でやってます、ね。自分のデッキでやっておりますが、皆さん聞こえますでしょうか。カイトさんは。そのままやってていただいて大丈夫です。すいません、ありがとうございます。次のなんて優しいピーちゃん、うん、ちょっといい点数出たら、そうですね、発表してください。ちょっと負けられない方、はい、ほら皆さんもね、こう YouTube 見たりこっち見たりでね、忙しいと思うんですけど、そう今日ねちょっと大阪出張から帰ってきたばかりなの。あ、そうなんですね。そう、荷物置いてシャワー浴びてそこでこもってきたっていう、ね、すごい感じなんで、お疲れ様です。ちょっと帽子ですいませんね。はい、ということでじゃあ始めたいと思います。どうも、テクノロイドプロデューサーの田中です。はい、どうも、テクバンはテクノロイドユニゾハートノックスのネオ役カイトです。じゃあまたゲームやってください。すいません、はい、戻ります。それでは私の方から、公式サポーターズサポーターズクラブ、テクラブとピーちゃんとはということで、この番組はテクノロイドを愛するすべての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブ、テクラブ内限定の配信番組です。ピーちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思っています。ここだけの話なので SNS などの他言拡散などはご容赦くださいということで、現在カイトさんはチャレンジしますが、でも 5.5億5000万でしょ。あ、だからこの P ちゃんではね、前回あの、はい、さまざまな議論を経てですね、議論を経てで、さてこれはあのどうなるんだと、はい、技術的にこの時間、この配信時間内にこうみんなでやるというのをどうやってやるのかという議論をしてですね、はい、あのあ、まあ、ギフとかをあげたらちょっと不公平が出るんじゃないかとか、うん、不正が出るんじゃないかとか、うん、いろいろな議論をしまして、はい、結果ワンダープランズさんが頑張っていただいてこの、ね、配信を挟んだ3時間限定のライブステージを開けられるということと、その間にやってもらった時に、まあ、アイテムであったりボーナスが一応、付与されるという仕組みをですね、はい、入れていただいて、あの非常に綺麗な形で、まとまったんじゃないかなというふうに我々制作陣も自負しておりますと。なるほど。いう形で、非常に綺麗な形で収まったんじゃないかと思いますので、はい、関係者の皆様には、多大なるご協力と、そうですね、ご協力と、短期間にもかかわらず、いろいろなシステムの開発の方ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ね、5.5億目指して、はい、目指してますね。はい、あの清き1ポイント皆さんもね、ちょっと参加して頑張っていただければなというふうに思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、ちょっとすいません、あのスクラッチするんで、今じゃあ いいとこですね。はい、ネオンの個性ってことですよ。あ、スクラッチが始まりました。あ、でもやめ、できてない。あるよね、そういうのね。そうなんです。もたついちゃうパターンね。もたついちゃうパターンでね。でもやっぱり自分のデッキですからね。そうなんです。でも早速ね、あのバレンタインケーに皆さん、そうなんですよ、いただいてるのが、それを見えました。はい、ね、フレンドが変わってて、うん、あ、だめ、全然伸びない。え、ちょっとこれ、俺後でもう一回やります。ちなみに点数の方は、いや、なんか全然変わらず、あの間違えたんです、デッキ組を。さっきより低いです。え、さっきより低い、ちょっと待って、5万92です。さっきよりもっていうことは、もうすでにあの78のそろそろをもう皆さんが超えてってるって、すごい。俺後でそっち行くから待っててね。いや、これだってな、カイトさんが教えることによってやっぱ皆さんのレベルも上がり、なんかあのどうやらそういうなんかそういうなんかお言葉を、はい、もらってます ね。そういうのは、そうなんです、ですよ、多分そうなんですよ。で、じゃあまた残像、手が早いと、残像がすごい。あのね、一時期の
あの高橋名人的なやっぱスクラッチが感じでね。スクラッチ大事ですか。はいはい、はい、すいません、戻りました。カイト戻りました。はい、カイト戻りました、はい、ということでですね、今回33回目のピーちゃんということで、33回、はい、第1週ということで、はい、カイトさんに来ていただいてます。はいはい。で、マンスリー MC が今ね、一応アッキーことですね、アッキーって一応形になったんですけども、はい、あの杉林明人君に変わってます。はい、明人さんということで、はい、杉林さんはそんなにか、そんなに合わないか。そうですね、あの一回試食会の時、試食会の時かに、あ、そうだそうだ、池袋サンシャインシティでね、そうなんです、いらっしゃって、めちゃめちゃ優しい方で、そう、意外とね、話してみたらまずね、多才なんですよ。あの、はい、エレキギターができて作詞作曲歌が得意っていうのと、ね、あと機械体操みたいなアクロバットもできるんで、なんかそのアクロバットも特技やってるんで、だからなんか、はい、あのカイト君とミネタ君のハイブリッドみたいな、すごい感じの特技なんですよ。しかもそれだけじゃなかったですもんね。しかもあのベースの性格がちょっとあのザ・里井世代のあのちょっと様子のおかしい雰囲気もちょっと出てるっていう。あ、じゃあもう、はい、あと声がでっかくなったら、もう一人ノックスみたいな、一人ノックスみたいなあのそう、仮面ライダーの最後の方に出てくる仮面ライダーみたいな全部おもちゃが合体したら困りましたみたいな状態アルティメットバージョンみたいな、すごいノックスアルティメットバージョンみたいな人ですすごい方がまた、でボーイスパーカッションもできちゃうんだから。そうですよね、うん、しかもなんかもう口笛だけではなく、そう、歯笛、指笛、なんか、なんか下笛みたいなことも、そうそう、下笛もできてみたいな。下笛って何ですかって、わかんない、初めて聞きました。声の魔術師でした。そうですね、はい、すごい、はい、そんなキャラクターが開発されていく一人一人開発されていくね、いろんな方、はい、はい、里井世代って面白いですね。ちょっと面白いです。ちょっとじわじわって。性格が里井くん。里井世代の里井くん風。どういう様子のおかしい人大体里井くん。いやね、もう彼も、はい、素晴らしい、はい、しっかりした方ですから。と、はい、いうことで、はい、本日のテクノロジーの美術部オープニングはシェナーさん。はい、シェナーさん。素敵なカイトさんでしたね。はい、あんなもう商品化に使えそうな半券みたいな感じでしたね。はい、ネオンさんね。はい。エンディングの2人は新井22さんとなりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も音声の一部を YouTube にて配信しております。はい、ということでございます。はい、じゃあ改めてちょっとテクノロイドの目標とかも、今日ちょっとそうですね、夜も遅いので簡単にね、はい、見ていこうかなというふうに思いますよ。はい、うん、どん、じゃあちょっとポイントだけね、ピックアップして一応話していきますが、はい、まずあの10月の29日ですね。29日、はい、はい、いよいよあのテクイベボリューム3ということで、はいはい、開催決定しましたということで、現在あのチケット発売中で10月の10日まで、うん、で今回はグッズ付きという形になって、ね、そうなんですよね、でゲストが小林大君、杉林明人君というね、はい、はい、両声優さんにで昼夜と出ていただくという形なんで、だから来週の火曜日の頃にはもう券売が終わっているので、はい、あ、そうですね、確かに今日がPちゃん的には最後のお願いに、ね、うん、なりますが、はい、ちょっとまだまだ席空いてますんで。あ、そうなんですね。ぜひ。でもなんか先ほどのあのね、 YouTube の方で、うん、あのもう言いましたけど、どうやらあのアニメ関連の解禁情報がね、どうのだとかなんだとかみたいなのもちょろっとあったり、うん、そのチケットについてくる、うん、そのグッズの絵柄が、絵柄がなんかどうやらそうなの、アニメまた関連だったりじゃなかったりだったりだとかみたいな感じで書いてありましたけど、どうしよう、どうしよう、これだってあの1時間っていうかね、あの時間じゃ足んないぐらいだよ。そうなんですね、うん、あの第3部欲しいぐらい昼夜深夜の部ぐらいで、いやー、ね、欲しいぐらいの感じなんですよ。これはこれは楽しみですね。うん、でもやっぱね、
今回がそれの初出しでしたっけ、情報的には。そう、初出しがね、一応一般的なアニメのうんぬんかんぬんの初出しは一応翌日、はい、その、Pちゃんイベント終わった後、報道関係者様に一気にあのプレスリリースっていうのを、なるほど、巻くという形になっていて、そこから媒体さんが取り上げるということになるので、じゃあもう、はい、結構がっつり余すことなく聞けるのはイベント、もうテクイベ、テクイベトゥーザメディアだから。テクイベトゥーザメディア、テクイベスタートだ。これはなんかまだちょっとすごく濃ゆい回ですね。うん、いや、それを知ったらまたなんか変わってくるんじゃないですか、皆さん。何話そうかね。何でも話せちゃうじゃん。確かに、もう結構。そうですね。確かに。確かに。でもコメントでもなんかもう、すごい。おぉ。あ、でもね、多分ね、アニメの追加キャストは話すよ、はい。え？あれちょ、これあれですね、あのもうとりあえず一旦あのえだってまださ、アニメのつい、だってまださ、スタンドアローンとノックスのビジュアルはなんとなく出てるけどさ、そうですね、えどうなのみたいなさ、あれすごい、そうなんですか、ほらもう、あ、コメントがんえんまえっていうコメントが湧いております。基本的にはほら、追加待ってっていう方々が、基本的にはほら10年前の話でしょ。そうですね、10年前です、はい、だから10年前に製造されてるアンドロイドって誰だろうねっていう、ほう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 していくと、していくとなんとなく、あれこの辺もしやっていう、おお、これ知らなかったら気になるだろうな。ちょっとさ、品番考察班とかさ、そうです ね結構あの高あのシナリオ考察班とか、はい、いろんなちょっと考察を加えていくと、なんとなく回にたどり着くんじゃないかしら。あ、ほら10年前、答えダメだよ、答え書いちゃダメよ。10年前分かったとしても答え書いちゃダメだ。そういう話とかを、なるほどなるほど、そういう話を発表しちゃったりとか、発表しちゃったりとか、あ、なるほど。でその時の皆さんはどんなね、なりをしているのかとか、おー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 、いろいろあるじゃないですか。おー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 、これはコメント欄が楽しみ、いや、ええ、わかんねーっていう、もうこれ巻いておりますね。だって俺だって10年前とさ、そうですね、髪の毛の分け目とか変わってるからさ確かに 10年、変わるでしょ、10年もするとやっぱ分け目はね、変わるでしょ、変わりますね。10年前どんな髪型だった？僕10年前は、10年前は僕前髪がこれぐらい、これぐらい、これぐらいありましたね。うん、だそういうことじゃない、だから変わるじゃない。そうですね、人って確かに10年あれば、10年あったらもういろんなものが変わりますからね、うんうん、確かに。じゃあその出てくるとして、じゃあその人たちはどんな感じなんだろうとかさっていうのが、このテクイベで、うん、もうベラベラ喋っちゃう。おお皆さん、10日です、10日までです、10日までですよ、ね、ぜひぜひ、はい、お願いしたいなと、はい、思いますんで、よろしくお願いいたします。これはちょっと僕もびっくりしちゃった、ね、はい、という感じでございます。じゃあ戻りましょう。はいはい、ルンルンルルルルン。ちなみにどうでした、ソロテクラブ第0回。ちょっと皆さんのコメントを見つつ、ね、カイトさんの感想も聞きつつで、いやでも本当にね、うん、あのテクノロイド、うん、史上初ソロ配信ということで、はいはい、そういうとこでもまたこう、またソロテクだったなっていう、うんうんうん、ところだったんですけど、うん、あのコメント欄がやっぱりでも温かいじゃないですか、テクミンの方々って。そうだね、どうやってやってんだろうね、みんな二窓でやってるってこと。あ、なんですかね、こうなんか携帯とパソコンととか、なんか僕がソロライブをやってる間に、うん、一緒に本当にソロライブをやってくださってる方々が、ね、うんうん、結構いらっしゃるみたいな、うん、なんかその累計数が3億から、僕がソロライブ終わった後にも5億になってたんで、
そうだよね、2億変わってたっていうの、うん、本当に一緒に遊んでくれてたんだなっていうのが、うん、そこでまた分かるっていうのは本当に怪盗名人でもね77位ってことはもっと上がいるっていう、本当に強い方は強い ね、強い、本当に強いですね。そうかそうか、あそうね、報酬もね結構豪華だったから。そうなんです、ありがたいよね。ガチャチケットが要は5枚ですもんね、うん、でまたこう5億5000万になったらスタミナ回復のこの50がまた5つもらえるので、うん、ああそうだよ、そうなんですよ。なんでイベントもね今もあの2窓でやられてる方はこう絶賛ね遊んでもらいながら楽しんでもらえたらなーなんて、ね、全然超えられるどころかって感じだけど、でもまあそう 5.5 億に1ポイントでも貢献できるわけでしょ。そうです、そうです、皆さんね、そうです、やっぱみんなで一緒にやらないと、うん、ワンチームだね、ワンチームです。あちなみにね今速報が、はい速報です、来まして、今5億9900万飛んで8万2880ポイントらしいです。あでも超えちゃったじゃん、あ閉まった、あ閉まったんだ、あなるほどなるほど、超えたじゃん、本当だ、あああああ超えたね、あすごい、あっという間だ、あっという間だ。これ超えるとどうなんだっけ、 AP、 そうです、 AP 回復50がここに入ってた人皆様に、はい、プレゼントということになるんだ、5つもじゃあ皆さんはこう朝起きたらあれ AP 回復、あお昼、お昼12時頃に AP 回復が入ってる、そうなんです、っていう状態になってるってことなんだ、はい、あーうまくできてますねこれでもこれちょっとあれじゃないの、設定、はい、このゴール設定、うんうんうん、難しいね、あの意地悪な僕的にはさ、はい、やっぱ今6億にしときたかったよね、あーなるほど、盛り上がる5億9900回みたいなね、えこれがまたこう回を重ねるごとに、うん、絶妙なこの調節そうだよね、の塩梅が分かってくるんですもんね、そうだよ、だから今回はね回答名人だったから78で77人の人が最初の報酬もらえたけど、はい、来週はだからアッキーがやるわけでしょ。そうですね、アッキーは そこまで やり込んでないとしたら結構がっつりもらえる人が増える可能性があるってことじゃん。そうですね、はい、ね、楽しみですね。いやじゃあチケット5つですかね、こうだよ、アッキーちょっとちゃんとさ練習しといてもらわないとさすげえ大盤振る舞いになっちゃってさ確かに確かに、あれこうテクノロイドって買わなくてもできちゃうやばいやばいちょっとやばいやばいね、困っちゃうからね。そうだ、そういう意味ではそう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 、取り出だったんですね。そう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 。ある程度のところでね、できるようになってもらっていけないですか、はい、という感じでございます。はい。ちょっとね、本当時間ないんで、ちょっとパパッといっちゃいますけども、パパパ、はい、あとあの、あ、ちなみにほら、今違うユニットが出てるんで、はい、あのノックス情報がだいぶ薄くなってるんですけど、あなるほど、最近のノックス元気ですか皆さん。あもう元気ですよ、本当に元気です。あの今ずっとノックスで話してるのが、うん、あの4人でまたオンラインでゲームやりたいねっていう話がずっと上がってて、うんうんうん、それこそあの初詣行って、うん、その後に4人であの桃鉄したっていう話があるんですけど、それのまた4人でゲームやろうっていうので、もうゲームも決まって、スプラトゥーン、それがですね、あのもっとそんな戦いではなくマリオパーティー、かわいいマリオパーティー、4人でマリオパーティーをやるっていう話が今全然進んでおります。いいです、はい、マリオパーティーやってください。パーティーやりますノックスですあとね、あのリスアニウェブさんにね、あの、はい、先月のカイトさんに来ていただいた時のピーちゃんの取材の方もね、はい、あの載せていただいて、このピーちゃんの生の感じが文字でね、あのお伝えできてよかったんじゃないかなというふうに思いますので、素敵な記事を書いてありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。読んでください。ということで YouTube の切り抜きの方はちょっとここまでということで、ここからはちょっと月に一度のおなじみの歌唱コーナーの方ですね、なるほど、行きたいというふうに思いますので、今日は何を歌うんでしたっけ。今日はですね、スタンドアローンさんの、うん、フォーワフォークームです。お、あんなアダルトの歌を。そうなんです。この世界観がまた。はい。秋の夜長に。そうです。歌っちゃうということですね。月始まりの火曜日。はい。10月イベントもございます。うん。それを王者スタンドアローンの楽曲で始めさせてもらおうかなと。思いますが、はい、
切り出しの音声の人はここまでと。ああ。ここまでということですので、はい、はい、続きはテクラブの方にぜひ入ってくださいということで、はい、一旦ここで締めます。はい、さよなら。こういうやつです。デザイン中に。チームでやるって慣れてなかったと思う。そうですね。グループで歌うっていうこと自体が初めて。じゃあ今から行くよ。最初はグー。あ、じゃんけん、おい。そんな感じありますね。